すまない、つかぬことを聞くが、妖魔を見たことはあるか？ああ、申し訳ない。ここの人じゃなければ戸惑うかもしれないな。僕は趙雲、リーユへの奉仕だ。妖魔とは、僕ら奉仕一門が邪推に対して使う総称だ。妖魔は古き時代から存在し、リーユへの至るところに潜んでは気を伺っている。僕の仕事はそういった輩を払ったり退治したりし、横島なものから民を守ることなんだ。これを生業としているだけだ。誰かがやらなければならないし、大したことではない。ああ、すまない。少し話が逸れてしまったな。お前のその反応だと、やはり妖魔のことはしっくりこないか。いや、気にするな。では最近、周りで変なことは起きなかったか？些細なことでも構わない。妖魔を追う手がかりになるかもしれない。そうか。いや、大丈夫だ。よくあることだから。ならば、今ある手がかりにかけるしかないか。今はどの手がかりも、妖魔との関係性が不確かで、重要な情報がどれかはわからないが、もしお前も気になるのであれば、その中からいくつか目に留まったものを教えよう。近日開催、無謀の丘で肝試し大会。仲のいい方と共にその度胸をお試しあれ。最近夜になると窓の外から足音や叫び声が聞こえてくるんです。子供が怖がって眠れずにいます。桐原に巨大な黒い影が出現、飛行に回転、さらには火を吹き、怪しい異音まで。これらが今僕の気になっている手がかりだ。遺跡ハンター？確かに描写は一致しているが、もしそうなら、なぜ誰も見分けられなかったんだ？それとも、僕の解読が間違っているとでも？やはりこの中では肝試しが最も信憑性が高そうだ。さっきも言ったように、肝試しが行われるような地には何かしら怪異が絡んでいたりする。妖魔が潜んでいるに違いない。だがこの肝試し大会には妙なルールがあるんだ。絶対に二人で参加しなければならないらしい。普通？ああ、そうか、妖魔が現れた時に互いを助けられるようにという意味か。とにかく、もし時間があったら僕と一緒に参加してみないか？お前は肝試しについて僕の知らない知識を持っているようだし、きっとお前の旅の経験が妖魔探しにも役立つと思うんだ。ありがとう。共に参加してくれる人を探してたんだ。そうと決まれば早速行こう。もし開催地に妖魔が出没するようなら本当に危険だ。皆様、どうかお気をつけください。中に入ったら周りをよく観察して気をしっかり持つんですよ。そして肝に銘じてください。決してお連れ様を一人にしないこと。一人になると余計怖くなりますからね。見ろ、係の者が参加者に忠告している。やはりここには何かがあるんだ。早く調査に取り掛かろう。お二人様、ようこそいらっしゃいました。仲が良さそうですね。
実は知り合ったばかりなんだが。いえいえ、大丈夫ですよ。恥ずかしがらずに楽しんできてください。ああ、そうだ、出発の前にこの飲み物をどうぞ。これは体内の陽気を引き出して肝を太くする飲み物です。それに普段では見えないものが見えるようになったりします。ほら、ワクワクしてきませんか。陽気だと。鬼といえば陰、そしてそれを払うのが陽です。つまり陽気が必要となってきます。そんな飲み物聞いたことないが、まさか秘宝の類だろうか。それとも何かの薬剤。そうなのか。ならなぜあのものはあそこまで大げさに言うんだ。にしても万が一この飲み物に陽気を引き出す力があるなら、僕にとってはかなり危険だ。僕は純陽の体という貴重な体質の持ち主なんだ。この体質は周囲の妖魔を追い払ってくれる反面、そのせいで僕の情緒も不安定になりがちでね。普段は暴走しないよう抑えてるんだ。外部から余計な刺激を受けない限りは。そっちのお兄さん、その顔どうやら疑ってますね。この飲み物が信用できませんか。美味しいし効果も抜群ですよ。何も心配はいりません。ではこうしましょう。どちらか片方が飲んで、飲まなかった方を守るというのはどうです。面白そうではありませんか。せっかくの行為、無下にはしにくいな。飲み物はこちらです。さあどうぞ、ゆっくりお飲みください。おお、気合十分ですね。それじゃ2名様入ります。ここが肝試し大会の会場か。想像以上に人が多いな。もしこの場に本当に妖魔がいたら皆が危険だ。念入りに調べないと。今のところ特に異常はないが、もっと周りを探してみよう。何か手がかりがあるかもしれない。参加者たちは危険があると微塵も思っていないようだな。彼らを守ってやらないと。ん？言ってる意味がよくわからないのだが。つまりわざわざここまでやってきて恐怖を味わうのが娯楽だと。そうか。一理あるな。確かに僕はあまり娯楽に対して関心を持たないまま生きてきた。それに普段から妖魔退治と砲術の修行に時間を費やしてるしな。修行だけじゃない。自分の感情の起伏を抑えて体が暴走しないよう注意して生きてきた。だから遊んでる暇もなかったし、皆がどうやって遊んできたかもよく知らないんだ。さあ早く妖魔を見つけよう。どこから調べる？肝試し大会なんかに誘わなかったらこんな怖い思いしなくて済んだのに。そう怒るなって。ほらここから出ればいいだけの話だろ。はあ、もう少し度胸があるもんだと思ってたんだけどな。それとこれとは別。すまない、盗み聞きするつもりはなかったんだが、ひょっとして妖魔に遭遇したのか。僕たちは妖魔を探しているんだ。もしよかったら詳しい話を聞かせてくれないだろうか。あんた誰よ。別に何も見てないわよ。何も知らないから私に聞かないで。お願いだから放っておいて。妖魔にも幽霊にも関わりたくないの。
ああ、誤解だ。僕はただそれの見た目と行方を聞きたいだけで、説明しにくいなら道を案内してくれてもいいが。道案内？私をどこまで連れてくつもり？いや、僕らが連れていくわけでは、案内をしてほしいだけで。絶対に嫌！はい、そこまで。それ以上言っても彼女の誤解が深まるだけだ。怖がってるのがわからないのか？そんなもん探したければ自分で探してくれ。すまない、悪気はなかったんだ。まさか怖がらせてしまうとは。そうなんだ、だからお前たちが遭遇した妖魔を見つけ出し、被害が広がる前に始末したいだけで。奉仕が妖魔退治のために肝試しに来るなんておかしいだろ。ま、事情は分かった。だが俺らは妖魔なんて言葉一言も言ってないぞ。そっちの勘違いだ。俺はただ彼女と遊びに来ただけ。ただま、こいつが怖がってるからもう帰るけど、お前らが探してるようなもんは見てない。強いて言うなら変な音を立てる黒い影を見たくらいか。礼を言う。それだけ分かれば十分だ。どうやら何かがこの地に潜んでいるのは確かなようだ。だがなぜ怖い思いまでしてこんなところへ遊びに来るんだ？奥が深いな。僕は妖魔相手に恐怖を感じたことがないから、その気持ちを理解できそうにない。だが一つ分かったことがある。それはお前がすごいやつで、ここに誘ってよかったということだ。とにかく他の場所を探してみよう。これは間違いなく妖魔の痕跡だ。痕跡が薄いのには二つの可能性がある。一つは妖力が弱いから、もう一つはかなり前にここを立ち去ったからだ。どちらにしろ僕の予想通り、ここには妖魔が潜んでいる可能性が高い。いや、無謀の丘がこんな風になったのには様々な言い伝えがある。だがどれも根拠に欠けていてな。まあこのように変わってから妖魔を引き寄せるようになったのは事実だが、さて痕跡も見つけたし、これで妖魔に一歩近づいたな。ついてこないで。もうこれ以上付きまとわないでよね。そこまで拒否しなくてもいいじゃないか。とりあえず落ち着いてよ。ほら、そんな怒らないで。もう知らない。一体何考えてるの？待て、それ以上動くな。もう大丈夫、怖がらないでくれ。今払ってやる。払う？あなた誰？何を言ってるの？ん？あれ？人間だな。すまない、早とちりしてしまったようだ。あまりにも拒んでいるものだから妖魔に襲われているのかと思ってしまった。彼女はただ怒っていただけで。何が怒っていただけよ。誰のせいだと思ってるの？私たちデート中なのよ。なのにあなたと来たらただ入り口をうろうろするだけ。それじゃあ肝試しの意味がないじゃない。悪かったよ。それに今はこうやって一緒に歩いてるじゃないか。いや、ごめん、本当はちょっと怖くてさ、わざともたついてたんだ。僕が悪かったよね。他の人もいるし、お互い少し冷静になろう。はあ、ただの勘違いだったか。思わず飛び出してしまった。謝るから許してくれ。もう一度チャンスをくれないか。お願いだ。いいわ、私も大声出してごめんなさい。
いいんだ、気にしてないよ。君は僕の大切なベイビーなんだから。やだ、急にどうしたの？もう。ただの恋人同士のようだな。うん、こんな危ないところまで来るなんて。邪魔しないでおこう。なんとか手がかりは見つかった。次はもう少し奥まで進んでみよう。だが僕はこの体質だ。ここで待機しておこう。さっきまでは手がかりを集めていただけで、妖魔がいるとは限らなかった。だがその可能性が生じたからには、より慎重に行動すべきだ。僕の純陽の体では妖魔を驚かせてしまう。それで逃がしてしまえば、これまでの苦労が水の泡だ。冒険者であるお前の実力と経験を信じているぞ。もし強い妖魔が現れたら、僕もすぐに駆けつける。ああ、頼んだぞ。疲れた。やっと休めるぜ。ちっとばかしやりすぎたか。何か腰を抜かしたやつがいたな。あ、ここは立ち入り禁止だぞ。まあいいや、全部聞こえてたんだろ。俺はここの鬼役で今は休憩中。暑いから衣装を脱いだんだ。そうだよ、本物の鬼なんかいるわけねえだろ。俺たちも参加者も本物の鬼が見たいわけじゃねえんだ。求めているのはただの雰囲気、あるいはきっかけ、そして最も重要なのは刺激だ。高鳴る胸の鼓動、そして恐怖と驚き。普段じゃ言えない言葉を口にできるのが肝試しの醍醐味なんだよ。よっしゃ、俺もそろそろ仕事に戻るか。あんたも連れと仲良くやれよ。おかえり。どうだ、妖魔はいたか？それってつまり、妖魔どころかここには何の危険もなくて、全ては人の手で仕掛けられたものだったってことか？そうか、また勘違いしていたのか。ではここに留まり続ける必要はないな。あれは確かに妖魔が存在していた証だが、まだこの辺りにいるかはわからない。僕ももう少し調べたいと思っていたんだ。ああ、その通りだな。落ち込んでいる場合じゃない。二手に分かれた方が効率がいいだろう。僕には純陽の体がある。だから近づけば妖魔に気づかれて、どこか遠くに隠れられてしまう。逆に単独行動のお前は、逃げようとする妖魔を見つけやすくなるだろう。それでも構わない。妖魔をほふるのが一番大事なことだ。僕の気持ちは気にしないでくれ。僕はこっち、お前はあっちを頼む。さあ、行くぞ。
紙の胞子がね、怖いの。だからあの胞子を連れてどこか遠いところへ行ってほしいの。全然近づけないの。あの力怖いよ。このままだと線消えちゃう。線はまだ消えたくないの。だからお願い。じゃあお願いがあるんだけど、さっきあの胞子が誰かと揉めてるところを遠くから見たんだ。線なら面倒なやつを追い払えるよ。その代わり線を見逃してくれない？本当だよ、線は嘘つかないもん。ダメかな。うん、お願いを聞いてくれてありがとう。あの水色の髪の胞子、いい人だといいな。線が彼を手伝う、あなたも彼を手伝う、そしてあなたが線を手伝って。お前さ、さっきから妖魔だのなんだのってお客さんから苦情が入ってるんだが。そうですよ、そもそも奉仕が肝試し大会に参加して鬼はいないって言い回るなんて、どんな嫌がらせです。正直納得がいかない。この会場に鬼がいるのなら、参加者の安全をないがしろにして金を稼ぐのは道徳に反している。逆に鬼がいないとなると、このような雰囲気を作っただけの大会を開催するのは詐欺じゃないか。僕の質問にまともに答えようともせず、それで嫌がらせだと。だから肝試し大会っていうのはもともとそういうものなんだって。そんなしつこく聞かれても俺たちだって答えようがない。これ以上お客さんに迷惑をかけるならここから出てってもらうからな。納得できる説明が聞けたなら言われなくともここを去るさ。だが今この状況でここを去ってしまえば、妖魔を見逃したのと同じこと。助けてー！お、お化けだー！助けてくれー！お、おい、何があった？皆さん、どうされたんですか？まさか、本当に鬼が。そんなバカなことあるか。だがこのままだと怪我人が出てもおかしくない。みんな落ち着いてくれ。係の指示に従って行動すれば大丈夫だ。なるほど、妖魔ではなく幽霊がさまよっていたのか。その子が僕の危機を知り、わざとみんなを驚かして助けてくれたと。お前の話を聞く限りだと確かに害のある存在ではないようだ。わかった、その子は人を傷つけないのだろ。今回は見逃そう。だがいつの日か一線を越えるようなことがあれば、奉仕の責務に関わらず僕が。そうだといいな。では行こう。ここの主催者は僕たちがあまり好きではないようだしな。ん？どうした？僕は自分の善悪に対する判断を信じている。善か悪かの判断は慎重に行わなければ一生悔やむことになるからな。待ってくれ、まさか僕のことを妖魔退治に固執する頭の固いやつだとずっと思っていたのか。そうか、僕はそんな風に見えていたのか。ああそうなのか、よかった。よし、じゃあそろそろ帰るとしよう。ああ、